にも依頼はいっぱいあるから、どんどん受けてくれると助かるよ。わかりました。張り出してある依頼がなくなっちゃうくらい頑張りますね。その息だよ。そういえば新しく来た依頼をまだ張り出してなかったんだ。全部張っちゃうからちょっと時間を潰して戻ってきてくれる？せっかく来たんですし、いろいろ街を見て回ってみませんか？どんな物事も見知っておくのは錬金術のいい勉強になると思うんです。細かなところに至るまでお気遣いを感じます。感謝に耐えます。ありがとうございます。やったー。じゃあ私は鍛冶屋に行こうかな。私はどうしよう。行きたいところがバラバラみたいなので、見終わったらまたこの広場に集合ということで。わかりました。イザナちゃん、迷子にならないようにね。レズナちゃんこそ悪い人に捕まらないようにね。大丈夫。たくさん本読んで王都の予習はしているから。それじゃあまた後で。はーい。さて、どこから行こうかな。イザナちゃん、そっちはどう？さすが王都、武器の品揃えも一流だね。表情が輝かしい。イザナちゃんのうちと比べてどう？いやいや、お父さんの作る武器はランターノで一番だから。と言いたいけど、王都の鍛冶屋も負けてないよ。種類もいっぱいあるしね。前に来た時は見る余裕がなかったし、今度はゆっくり全部のお店回っちゃうんだ。そっか、騎士試験。うん、私落ちちゃったから。あの時はショックだったな。すごく落ち込んでたもんね。でもレスナちゃんのおかげで吹っ切れたんだ。あの時かけてくれた言葉のおかげでまた頑張ろうって思えたんだよ。え、どれのことだろう。私なんて言ったっけ。教えてあげない。教えてよ。ほら、そんなことより今はお店を回ろうよ。はぐらかされてる。それにしてもやっぱ値段はちょっとお高めだよね。なかなか買えそうにないよ。何か欲しいものでもあったの？すぐにってわけじゃないけどね、今後のためにいろいろ準備しておきたくて。あらゆるものからレスナちゃんを守る騎士としてはね。イザナちゃん、頼りにしてるよ。この子たち、この辺りで取れる子なのかな。実際に生えてるのを見てみたいところだけど。おっと、大丈夫かい？はい、怪我はない？ごめんよ、オイラ薬草を見るのに夢中になっててさ。ありがとうございます。大丈夫です。痛むところもないですし。そっか、ならよかった。そちらこそ、お怪我はありませんか？オイラはなんともないよ。見ての通り頑丈さには自信があるんだ。よかったです。本当にすみません。私も薬草を見るのに夢中になってしまってて。何か探してたのかい？もしかして誰か怪我か病気でも？いえ、単に興味と言いますか、本で勉強したものを見られて興奮気味というか。本で？すみません、変な話をしてしまって。君もしかしてこの辺りの植物に詳しいのかい？はい、
このお店に並んでるものは大体本で読んだことがあります。それは助かるよ。実はここに置いてある子たちがどこで取れるか知りたいんだ。この子たちに聞いてもあんまり詳しく教えてくれなくてさ。この子たち？君何か知らないかい？この辺りの植物は王都の近くの湿地帯で採れる種類ですね。湿地の豊富な栄養を含んだ土の恩恵で、薬草ながら栄養価が高く食用にもなる優れものです。他にも特筆すべき点としては。はあ、いや十分だよ。君すごく詳しいんだね。はい、ありがとうございます。なるほど、確かにあの辺りはまだ調べてなかったな。ありがとう、調べに行ってみるよ。いえいえ、お役に立てたなら何よりです。ああ、オイラはオスカーって言うんだ。また会うことがあったらよろしくな。それじゃ。はあ、またやっちゃった。あんなに一方的に喋ったら困るよね。私の名前も言いそびれちゃったし、次はちゃんと話せるようにしないと。成長したみたいね。
調子です。やったね。怪我しないようにね。私たちの力見せます。出番ですね。このチャンスだね。頑張るね。これにしよう。助かるわ。私の番ね。この剣技受けてみなさい。さすがです。私の秘伝の技見せてあげます。私も続くわ。うらうらし、それ助かるわ。すごいわね。すごい。それやりました。私の番だね。これにしよう。ありがとう。全力決める。これで全力。それ逃がさないわよ。覚悟しなさい。狙い通りね。まだまだ実践を重ねないとね。怪我しないようにね。私は止まるわけにはいかないんです。見ていってもいい？はい、どうぞどうぞ。ぜひ見ていってください。いろいろ取り揃えております。これは魚だよね？はい、海で獲れたお魚をお日様に当てて干したものです。脂が乗ってて肉厚ですよ。へえ、そっか、海のすぐ近くだもんね。なるほど。私ずっと山の中に住んでたから小さい川魚のくらいしか見たことなくって。なるほど、遠くからいらっしゃったのですね。
干したお魚なら日持ちもしますから、オートのお土産にいかがですか？ううん、しばらくはオートにいるつもりなんだ。でも候補には入れておくね。わかりました。その時はぜひまたいらしてください。あ、何も買わないのに長々ごめんね。せっかくだから何か。大丈夫です、今日は顔だけでも覚えていただければ。いつもオートの近くでお店を出していますから、またぜひ寄っていってくださいね。それではフロッケは売り場を移動します。結構見て回ったし、広場に戻ろうかな。ん？これさっきの子の。届けてあげなきゃ。あれ？フロッケいないじゃん。今日はこの辺りでって言ってたのに。ねえ、この辺でお店出してる女の子いなかった？あ、さっきまでいたんですけど、売り場を移動すると言って。あっちゃあ、入れ違いになっちゃったか。あの、その子の知り合いの方ですよね。実は、移動するときにこれを忘れていったみたいで。おお、確かに、フロッケがいつも使ってるやつ。よければその子に届けてもらえたらなって。わざわざ拾ってくれたんだ。あんたは超親切だね。いいよ、届けとく。よろしくお願いします。よかった。あと一応忠告しとくけど、この先はちょいと治安が悪いからあんまり近づかないようにね。さあ、悪い奴に絡まれないうちにさっさと行った行った。はい、ありがとうございます。そろそろいい時間かな。カフェに戻ってみよっと。じゃーん、今ある依頼全部貼ってみたよ。この依頼の数だけ困ってる人がいるんですね。あ、これ。この度冒険者の見習いを卒業し、初めて遠くの地まで旅をすることになりました。とても長い旅になると思うので、長期間保存できる食料を用意してほしいです。これ受けてみたいです。保存食の調達か。どうしてこの依頼を？どうしてと言われると難しいですが、この人の旅立ちを応援したいと思ったんです。なるほど、うん、レスナにぴったりだと思う。それじゃあこの依頼を受けるってことで。ちょうど錬金術師が役に立てる依頼みたいだしね。普通は行商人から買ったりするんだけど、私たちなら作っちゃえばすぐでしょ。そうですね、錬金術師の腕の見せ所です。素材は確かオートの近くの湿地帯で保存に役立つ薬草が調達できるはず。おお、詳しいね。そんな場所があるんだ。本で読んだだけで実際に行ったことはないんですけど。あ、そうなの？てっきり慣れた場所だと思ってた。魔物とか大丈夫？よかったら私もついていこっか。それはとても心強いですけど、お店はいいんですか？イクセル、ちょっと出かけてきていい？いいぜ。ライザにはいろんな場所に行ってこの世界の情報を集めてきてほしいからな。カフェでの情報収集は俺たちに任せときな。適材適所ってやつだ。ありがとう。じゃ、行こっか。はい、採取頑張りますのでご助力いただければ。あ、待ってください。どんどん楽しくなってくるね。
た花かな。こんなところにあるなんて楽しそうですね。気持ちはわかるな。錬金術をしてると何気ない場所も宝の山に見えるから。ちょっと街道を外れただけでもいろんな新しい発見があるんですね。こんなことなら王都に着くまでにもっと寄り道してくればよかったです。普段こういうところには来ないんですか？はい、あまり故郷の村から外に出なかったので。村の周りは山と森に囲まれてるから散歩するにはちょっと危ないんだよね。その点この辺りは開けてるので安心です。そんなことないよ、レスナちゃん。魔物と遭遇するかもしれないんだから。あ、そうだった、油断せずに行こう。私も戦います。頑張っていく。それ慎重に行きましょう。チャンスだね。頑張るね。あ、これにしよう。ありがとう。さあ行くわよ。ふっ、この剣技受けてみなさい。遅い。行きます。守り神、私たちの元へ。頑張っちゃうよ。輝け。本当だね。ふらふらし、ほれ助かるわ。えい、余裕だね。すごい。それやりました。強そうだね。うん、準備できてるよ。そうだ、チムちゃん、せーの、スペシャルアタック。秘伝の技見せてあげます。チャンスだね。あ、私の番なの。輝け。すごいわね。楽勝だったね。いらっしゃいませ。で、あれ、依頼もう終わったの？ああ、まだ途中なんですけど、ちょっと休憩しに戻ってきました。雨の力で飛んでこれるの便利だよね。なるほど、そういうことならゆっくりしていって。何か注文する？ようこそ。ちょっと行ってみたかったんです。お待たせしました。おいしいね、これ。元気出てきました。お仕事の続きも頑張れそうです。いってらっしゃい。気をつけて行ってこいよ。私は止まるわけにはいかないんです。
準備だね。何を使おうかな。うまくいきそうです。この内容で調合するよ。一緒に頑張ろうね。気をつけて行ってこいよ。私も成長したみたいです。僕でよければ力になります。うん、任せて。はい、お手伝いするです。この内容で進めるです。一緒に頑張ろうね。よかった、ホクホクです。一緒に頑張ろう。やった、できた。このカゴの出番だね。どれを作ろう。
怪我しないようにね。これなら楽勝だよ。頑張って。やりました。私の番だね。こんな時ありがとう。私の番ね。練習通りにやるだけよ。全力を出します。遅い。私の守り神よ、私たちの元へ。今が攻め時よ。頑張っちゃう。輝け。すごいです。みんなで行く。それありがとう。それおー、すごい。すごい。このやりました。うん、準備できてるよ。そうだ。チムちゃん、せーの、スペシャルアタック。え、これは厄介ね。狙う一つ。そこ、いい感じだね。まだまだ実践を重ねないとね。勉強も忘れてないよ。やったー。成長です。成長したみたいね。
変換する？どれを作ろう？調合、お手伝いします。はい、お手伝いするです。任せてください。準備はいいでしょうか？頑張りましょう。成功です。頑張りましょう。これは調子です。やった！私ですか？依頼を受けるならこっちだぜ。依頼だね。どれにする？それじゃ、いってらっしゃい。いつも通りにやるだけよ。出番ですね。やりました。私の番だね。
私のとっておき。助かるわ。これは厄介ね。狙うは一つ。そこ行きます。秘伝の技見せてあげます。今です。うーん、輝け。転がせたよ。みんなでいく。ほえ、助かったよ。すごいわね。すごい。倒せました。私の番だね。こんなところあるわ。ちょっと、この剣技受けてみなさい。やったね。遅い。秘伝の技見せてあげます。やる気満々だよ。輝け。私も続くわ。ふう、危なかった。やったね。レベルアップ。怪我しないようにね。もっと、もっと強くならなくちゃ。怪我しないようにね。全力で行きます。慎重に行きましょう。私の番だね。私のとっておき。ありがとう。さあ行くわよ。練習通りにやるだけよ。遅い。手加減。秘伝の技見せてあげます。落ち着いて行きます。わ、私の輝け。やりましたね。みんなでいく。ほえ、助かるわ。いや、すごいわね。すごい。この今が攻め時よ。あった、私のとっておき。ありがとう。油断しないように。私の番ね。練習通りにやるだけよ。本気で。私には守りたいもんだから。邪魔しないで。うまくできました。私の番なり。輝け。余裕だね。やったー、勝っちゃった。怪我しないようにね。いつも通りにやるだけよ。頑張っていこう。気をつけなきゃ。私の番だね。こんなとき油断しないようにね。私の番ね。この剣技受けてみなさい。秘伝の技見せてあげます。慎重に行きましょう。わ、私の輝け。やりましたね。みんなで行く。そえ、ありがとう。や、すごいわね。すごい。そえ、よし、隊長。これにしよう。ありがとう。これは厄介ね。練習通りにやるだけよ。狙い通りね。すごい。私が守ります。行きます。守り神は私たちの元へ。いい感じだね。
皆さん、お疲れ様でした。それじゃ、いってらっしゃい。怪我しないようにね。気をつけて行ってこいよ。まだまだ止まらないよ。レシピはどれにしよう。さあ、早速始めよう。何を使おうかな。うまくいきそうです。これを使ってみよう。一緒に頑張ろうね。僕でよければ力になります。素材はどれを使いましょう。素材の特性を引き出そう。準備はいいでしょうか。頑張りましょう。うん、レシピ通り。
ものは。まずは準備からね。調合、頑張るです。特性の力を引き出します。この内容で進めるです。頑張ります。うん、成功です。
いつも通りにやるだけよ。出番ですね。このチャンスだね。私の番ね。この剣技受けてみなさい。私の番だね。これにしよう。助かりました。それ守り神、私たちの元へ。今です。私の番なの。輝け余裕だね。ムラムラし行くで。助かりました。すごいわね。すごい、それどうしましょう。やりました。全力決める。これでついそれ逃がさないわよ。覚悟しなさい。狙い通りね。私のとっておきだよ。守り神、私たちの元へ。すごい、目が輝け。すごいわね。楽勝だったね。食いに来たのか。依頼だね。どれにする？怪我しないようにね。したことなさそうです。出番ですね。それちょっと怖い。さあ行くわよ。この剣技受けてみなさい。頑張るね。私のとっておき助かるわ。行きます。守り神、私たちの元へ。今が攻め時よ。私の番なんで輝け。隙ができました。出番ですね。行くです。助かるわ。えい、余裕だね。すごい、どんどん作ってどんどん投げて乱れ蹴りです。次も頑張るです。私の番ね。狙う一つ、そこ。ありがとうございます。私の秘伝の技見せてあげます。負けられないわ。私の輝け。すごいです。思い切りどんどん突く、どんどん投げて乱れ蹴りです。さあ行くわよ。練習通りにやるだけよ。まだまだ実践を重ねないとね。それじゃ、いってらっしゃい。
調子で頑張ろう。いい調子だわ、いい調子だわ。いい調子です、いい調子です。さらに強くなるです。いい調子です、順調だね。冒険の準備を整えましょう。私も戦います。頑張って、あ、それやりました。まずいわね。うん、準備できてるよ。そうだ、チムちゃん、せーの、スペシャルアタック。私の番。守り神は私たちの元へ。私の番ね。沈没です。この剣技受けてみなさい。輝け。やりましたね。みんなで行く、行くです。ありがとう。すごいわね。出番です。それやりました。油断しないようにね。また、こんな先ました。ちょっと怖い。守り神私たちの元へ。今が攻め時よ。私の番ね。狙う一つ、そこ。すっごいの準備できて。これをこうして。うわあ、いっぱいだ。うまくいったね。それこのよし、隊長。こんな時は全力を出します。調子がいい。練習通りにやるだけよ。私の秘伝の技見せてあげます。いい感じだね。私たちの勝ちです。いい経験が積めました。
あるんだ。想像していたより綺麗な場所。文章と実際の印象ってこんなに違うんだ。この辺りに素材になる薬草が生えてるんだよね。うん、この湿地の水は豊富な栄養を含んでいて、植物だけじゃなく水生生物にとっても理想的な環境で、オートの研究者たちは素材が必要になったらまずここを探しに来るとも言われています。調査しやすいよう拠点を構えようにも土壌が安定しなくて工事も難しく、すみません、一人で喋りすぎですね私。うん、大丈夫。確かにどこも歩きにくいですね。転ばないように気をつけないと。でも自然いっぱいで雰囲気は悪くないじゃん。それじゃ張り切って探索していこう。はい。そういえばさっき会ったオスカーさんもここに来るって言ってたっけ。場所が変わると知らないものばっかりになるね。ん？何？あ、いえ、ライザ先輩すっごく楽しそうだなって。ああ、そりゃそうだよ。初めて来た場所を冒険するのって楽しくない？楽しいです。でも不安な気持ちも強くて。わかります、ついゆっくり歩いてしまいますよね。ライザは不安にならないの？そんなことはないけどさ、ワクワクする気持ちの方が強いかな。さすがです。何かそう思える秘訣があるのでしょうか。単純に知らないものを見たり聞いたりするのが好きっていうのもあるけど、冒険ってそれだけじゃないと思うんだ。いろんなことを知れば知るほど身近ななんてことないものの大事さに気づけるっていうか、いろんな武器を使えば使うほどハンマーの良さが分かってくるのと同じ感じかな。分かるような、分からないような。確かに近い感覚かも。まあ要するに、一度しかない人生、ずっと大事なことに気づけないままっていうのはなんだか嫌じゃない？だからいろんなことに挑戦していろんなことを知りたい、そう思うんだ。それで挑戦することに前向きなんですね。私ももっと積極的になった方がいいのかも。なるほど、勉強になります。ということで恐れずガンガン進んでみよう。
私の秘伝の技見せてあげます。今です。わお、フラフラする。頑張っちゃう。輝け。すごいです。みんなでいっそれ。助かりました。おお、すごい、すごい。あ、このやりました。油断しないようにね。これは厄介ね。狙う一つ、そこ。よし、隊長は私のとっておきだよ。いけます。秘伝の技見せてあげます。すっごいの準備でき、これをこうして、うわー、はーい、サイド、はーい、コンボできたよ。このいつでもいけるよ。調子が、狙う一つ、そこ。次はあの辺りを見に行ってみようかな。レスナさん、一旦休憩にしませんか。じゃあもう少し探索したら。でも結構疲れてるように見えます。ちゃんと休憩することも大事ですよ。当たり。レスナちゃんのこの顔はごまかしている時の顔だよ。ああバレちゃってましたか。すみません、ご心配をおかけしてしまって。じゃあお言葉に甘えます。それにしてもずいぶん張り切ってるじゃん。依頼品を調合するために素材を採取する。いよいよ錬金術師らしくなってきたなと思いまして。お仕事をこなして錬金術師として独り立ちするのが目標への第一歩ですから。もし私の勘違いだったらごめんなさい。ちょっと無理してませんか。シャリステラ先輩には何でもお見通しですね。私環境の変化にそんなに強くなくて、強い日差しとかクラクラする時ありますし、でもずっと夢見てきたことだから頑張りたいって思う気持ちもあって。ああ、そういうことだったのね。でもそれで皆さんに心配をかけてしまってはいけませんよね。いけないってことはないと思います。え？でもそういう時は私たちをもっと頼ってください。抱え込むより一緒に悩んだ方がきっといいはずです。先輩。それじゃあ私少し先に行って様子を見てきますね。優しいね、シャリステラ。すごく心配させちゃった。先輩側は言ってくれたけど、いつかは先輩に頼らなくてもやっていける一人前の錬金術師になりたい。すぐに終わらせよう。いつも通りにやるだけよ。頑張っていき、あ、このこれは厄介ね。練習通りにやるだけよ。わお、あ、よし、隊長は、こんな時は、わお、あ、秘伝の技見せてあげます。好奇です。輝け。転ばせたよ。みんなで行くで。助かりました。続きます。すごいです。すごい。どんどん作って、どんどん投げて、乱れ蹴りです。調子がいい。狙う一つ、そこ。いい感じだね。頑張るね。私のとっておき、頼
助かりました。行きます。秘伝の技見せてあげます。いい感じだね。あ、私の番だね。輝け。いい感じだね。あれって、うんうん、なるほどな。やっぱりあの子の言った通り土がいいんだな。ここはこの辺りはこんなもんか。みんなありがとな。お、こんにちは。オスカーさん。おお、君も来てたのか。さっきはいろいろ教えてくれてありがとな。行き先が同じだったのでもしかしたらって思ってたんですけど。私レスナって言います。よろしくお願いします。レスナちゃん、この人は？そっか、皆さん紹介しますね。オスカーさんはオートで出会った人で。なるほど、薬草を通じて知り合った仲なんだ。よろしくお願いしますね、オスカーさん。私はイザナだよ。レスナちゃんともどもよろしく。みんなよろしくな。ところで君たちはここに何をしに？お仕事で必要な素材があって採取に来たんです。素材の採取、それにその格好、もしかして君錬金術師だったのかい？そうですけど、よくわかりましたね。実はオイラの知り合いにも錬金術師がいてね。でもそれなら薬草に詳しいのも納得だよ。私が教えたことお役に立ちましたか？もちろんさ、おかげでいろんな植物の話が聞けたよ。あ、これ全部オスカー君が書いたの？ああ、今日一日の成果だ。一日でこんなに？しかも本人載ってなさそうなことまで。一体どうやって？ん？だから言ったろ、植物の話を聞いたってさ。オイラは植物の声を聞けるのさ。そんなことができるんですか？オイラからすれば逆になんでみんなができないのか不思議なんだけどな。オイラはここにいる子たちから直接聞いた話をノートにまとめただけ。そんな大したことはしてないよ。とんでもない大発見です。いろいろと書物を読みましたが、そんな方はいませんでしたよ。そんな風に言われると照れるな。もしかしてこの場所以外でも同じことを？ああ、旅をしながらいろんな植物たちの話を聞いて回ってるんだ。よかったら今度他のノートも見せようか？いいんですか？とても興味があります。もちろん錬金術師目線での意見も聞いてみたいし。ここの調査が一段落したら見せに来るよ。オイラはもうちょっと奥の方まで行ってみるつもりだ。はい、楽しみにしてます。それじゃまた会おうぜ、みんな。この辺りの素材は大体取り切っ敵だ。私たちの力見せます。これは厄介ね。狙う一つ、そこ泣きません。頑張るね、私のとっておき。助かりました。私の番。守り神、私たちの元へ。いつでも行けるよ。いい感じだよ。頑張っちゃうね。輝け。余裕だね。みんなで行くで。助かりました。えい、そうそう、余裕だね。すごい。この調子、狙う一つ、そこ私の番だね。こんな時は私が守ります。守り神、
私たちの元へ。メガン輝け、この場所だよ。思い切りどんどん作っ、どんどん投げて、乱れ蹴りです。さ、行くわよ。練習通りにやるだけよ。よし、隊長は私のとっておき。助かるわ。それ秘伝の技見せてあげます。すっごいの準備できて、これをこうして、うわー、いっぱいだ。探索終了だね。お疲れ様でした。いつも通りにやるだけよ。まずいわね。どんどんこう、あ、それ。あ、いい感じだよ。調子がいい。狙う一つ、そこ。私の番だね。こんな時は私の番。守り神、私たちの元へ。今です。わ、私の輝け。やりましたね。みんなで行くです。ありがとうございます。いい感じだね。頑張っていき、さ、行くわよ。練習通りにやるだけよ。また、こんな時は。行きましょう。ございます。本気で、私には守りたいのだから邪魔しないで。チャンスだね。メガン輝け、頑張っていこう。私の番ね。狙う一つ、そこ。注意しな。これにしよう。助かるわ。本気で、私には守りたいのだから邪魔しないで。皆さん、お疲れ様でした。指差し確認始め。よしよしよし、やったー、これで全部集まりました。お疲れ様、やったね。ヒュー、魔物もそこまで強くなかったし、割と早く終わったね。この湿地は夜になると強い魔物も出るそうです。日が落ちる前に早く帰りましょう。そうだ、ちょっとみんなに聞きたいんだけど、この世界って昼と夜しかないの？あ、私もそれ気になってました。ということはシャリステラの世界はちゃんと朝とか夕方があるのか。すみません、何ですか朝とか夕方って。この世界ってまるで太陽が隠されたように急に昼から夜になりますよね。でも私の世界の太陽は地平から昇ってきて反対側の地平に沈んでいくんです。その時間帯を朝と夕方って呼んでます。私の世界も同じだから、太陽が動かないといまいち時間がわからないんだよね。気がついたら明るくなったり暗くなったりしてるから。へえ、私たちにとってはこっちが普通だし、なんか面白いね。世界が違うとこんな違いもあるもんなんだね。それにしても採取がこんなに順調に進むなんて、先輩方のご協力のおかげです。いやいや、本番はこれからでしょ。この調子で調合も頑張りましょう。それじゃ、アトリエレッツゴー。いつもと色が違うような。嘘、
アトリエに飛べなくなってる。そういえば私の飴もこの湿地に来た時から色が変わってたような。師匠が言ってたいつでもってわけじゃないってこういうことだったんだ。湿地を出れば使えるようになるかもしれません。移動してみましょう。依頼を受けるならこっちだぜ。調査、探索に魔物の討伐、いろいろあるぜ。気をつけて行ってこいよ。この先には何があるんでしょう。採取できます。強そうな敵です。多分大丈夫だよね。頑張っていき、それ怖そうな相手に。チャンスだね。さあ行くわよ。狙う一つ、そこ頑張るね。私のとっておき助かりました。手加減、守り神は私たちに向かい、すごいわね。すっごいの準備で、これをこうして、うわ、なんとかなりました。さて探索に戻りましょう。商売人の血が騒ぎます。強そうな敵です。敵が出ました。いつも通りにやるだけよ。みんなで手加減なしです。それ当たって、どんどん、それどうしましょう。隙ができました。私の番ね。練習通りにやるだけよ。気をつけなきゃ。私の番だね。私のとっておき、ありがとうございます。手加減なし。守り神は私たちの元へ。いい感じだね。わ、私の番輝け。やりましたね。なんとかなりました。さて探索に戻りましょう。取れるものはもうなさそう。慎重に。強そうな敵です。これなら楽勝だよ。うわ、すっごく強そうなんだけど。この手ごわそうな相手ね。練習通りにやるだけよ。気をつけなきゃ。これにしよう。助かりました。手加減なし。秘伝の技見せてあげます。強そうだね。輝け。いい感じだね。みんなで手加減なしです。それ助かりました。えい、このやりました。上手。狙う一つ、そこ余裕だね。気をつけた。これにしよう。慎重に行きましょう。私が守ります。守るため私たちの元へ。すっごいの準備できて、これをこうして、うわー、はーい、カイドー、落ち着いて、
怖そうな相手ね。この剣技受けてみなさい。いい感じだね。
ください。一つ前進です。これでもっと皆さんのお役に。戦闘力の向上を確認しました。じゃ、始めるか。使う素材はどれにしよう。まずは準備からね。素材はどれを使いましょう。素材は何にしよう。この素材にしましょう。頑張りましょう。よーし、完成だね。みんなよろしくね。うまくいきそうです。この内容です。
進めるです。一緒に頑張ろう。うん、成功です。よし、始めよう。ですね。